¡Colocando dispositivo! ¡Escudo desplegado! ¡Moveos, muchachos!可愛ければ手も出しちゃうよね。別に照れることないじゃない。猫がパートナーってのも今時珍しくもないんだしね。その反応だと最近のことなの？恋猫になったのは。店長さんがそんな照れ方するの珍しい。じゃあ紅茶おかわりするからお話聞かせてよ。してたのが微妙。ビヨーンって。ショコラがデリバリー行ってるちょっとの間に油断ならない。一回寝たくらいで猫の全部を手に入れた気になってるとか。まさかご主人がエッジパティシエだとは思わなかった。私たちという猫がいるのにデレデレと。
のやっつけ感に誠意を感じない、つか。怒ってない。私はいつでも冷静な猫ってしぐれも言ってた。私を差し置いて、ショコラとイチャイチャの上に、ショコラを持って遊んでるのが気に入らないだけ。意見だと私はアピール。その面倒であしらってる感がまた。何？猫パラ。何かエッチな手伝いを強要される予感。おお、ケーキ作り、ついにワンランク上の猫に。でも、なんで私だけ？エロ目的？気に入ってた。反省はしてない。あー、ショコラは多分ノリで作っちゃうもんね。納得。もらってあげる。よろしくお願いします、ご主人先生。ピコリ。ご主人、固め、濃いめ、油マシマシね。やったら流行るかもしれない。ナイスアイディア。なんとなく頑張る。脳ある猫はぐうたらなのだよ、ご主人先生。主人も他人に突っ込まないタイプだし。私はそういうご主人の距離感嫌いじゃない。猫らしく自由にのんびりマイペースでいられるし。
ほど、口説き文句。
ショコラはゴミ捨て行ってきますね。じご主人の顔の緩み具合を計測中。ピピピ。判定。ダルダルド、ブルドッグ。ない。私は真面目に仕事してた。見てない。ご主人は自意識過剰だと思う。変態。ピタ。私はいつでもクレバーだって、しぐれが。あっ！違う！今のはフレーメン反応！フレーメンを超えるフレーメン、それが超フレーメン！違う！
最近して私は発情期にあらず、その恥ずかしいこと。どうしたの？そんな顔して。バニラ？ショコラ！ショコラ！にゃー！ショコラ！何を？バニラの可愛い声。食べショコラ。全然体に力入ってないよ。バニラ可愛い。こんなトロンとした可愛い顔。ことないよ。大丈夫ですよ、ご主人様。だってバニラも発情期なんだもんね。違う。別に私は。猫同士でごまかせるわけないでしょ。体中からこんなに甘い匂いさせて。ショコラ。それにバニラとはずっと一緒にいるんだから。バニラだってショコラのこと分かったんでしょ。ショコラとご主人様がラブラブしてるの見て、バニラも欲しくなっちゃったんでしょ？違う。別にそんなことじゃなくて。そんな風にごまかしてもダメって言ったばっかりでしょ？ショコラ！ショコラ！顔してこんなに。パンツの中ももうすっごいガチャガチャ。ダメ、指動かしちゃ。いつからこんなにしてたの？こんなにしたままで。すまし顔でお店に立ってたのかにゃ。そんなことにゃ。バニラが嘘つくからでしょ。本当のこと言わないとやめてあげないんだから。本当のことって。主人様に助けを求めちゃダメ。ほら、素直に言わないとバニラも辛いでしょ。素直になれたら
ショコラとご主人様で可愛がってあげるのに。ショコラとご主人が…ご主人が変なこと言うから…私のこと、もっと知りたいって、そういう変なこと言うから。バニラってば可愛いにゃー。ご主人様にそんなこと言われて、その気になっちゃったんだ。そんなのショコラだって。うん、一緒だね。だからバニラのことよくわかるよ。ショコラ、ご主人様はどうですか？バニラが発情しちゃってるのを見てどうですかってことですよ。ご主人、ショコラも一緒で、相手がご主人なら、でもいいの？私はショコラみたいに可愛くないし。私の面倒もちゃんと見てほしい。そのお店は外の看板クローズにしてきたから大丈夫だよ。それにダメだって言ってももう我慢できないでしょ。それはその…こんなに濡らしちゃってご主人様も見えてますよね。いや、そういうこと言わないでいい。ゾクゾクしちゃって、もしかしてご主人様にエッチな目で見られてるって思ったら嬉しくなっちゃった？違う、そんなんじゃなくて。そんなんじゃないの？本当に？そのご主人にエッチな目で見られてるって思ったら恥ずかしくなって胸がドキドキして。にゃん。うんうん、素直な方がご主人様だって喜んでくれるよ。そうですよね、ご主人様。こんな時にそんなこと言われても困る。大丈夫。
この間のお返しにショコラがしてあげるからね。ショコラ、そのいきなり。
らのこと休ませてもらう代わりにご主人様のこと気持ちよくしてあげないとね。ご主人は気持ちよくって。さ、ご主人様失礼しますね。ご主人様はね、その首の周りとか裏のくぼんでるところとかが気持ちいいんだよ。首の周り、裏のくぼみ、この辺、私頑張るから。ご主人気持ちよくなって。バニラ、舌だけじゃなくて口の中で味わうともっとすごいんだよ。もっと、もっとすごいの。口の中がご主人様でいっぱいになっちゃうんだよ。ビクビクしながら、うまん汁がいっぱい出てきて、すごい匂いで、思わず夢中になっちゃうくらいすごいな。ご主人も、うまん汁がいっThank you.
ゆきさん、いっぱい生液出ちゃうよ。ブルリンの服の服に服いいから、いっぱい気持ちよくなって、いっぱい出して。Yeah.
体の奥から速度来ちゃうだけで、はやおバニラったら、入れてもらっただけでこんなエッチな顔しちゃって。だってこれだけで本当にすごすぎ。ご主人が体に入ってるだけで気持ちいい、すごく気持ちいい。いや、今はそんなこと言ったらダメ。今そんなこと言われたら、もう一回
言われたら、それだけで、もう、主人の好きなようにめちゃくちゃにして、最後はご主人の
すごい、クッション陣が体の中いっぱい。ショコラもすごい行っちゃった。バニラったらまだ体ビクビクさせて。だってまだ体中がしびれて。分かってるから大丈夫。私もちゃんとご主人のこと女として愛せてた。ショコラと同じように大丈夫。主人様、ショコラ、ご主人、ご主人様。主人様、ショコラも幸せです。ご主人、バニラも今が幸せ。
発情期で体調崩すですか？そんなことはないと思いますけれども。現に家の猫たちは元気にやっております。多少は運動などで発散をさせていますけども。
浸透準備完璧、寝癖一つなし。いえいえ、朝から押しかけてしまったのは私の方ですから、今日も一日頑張ってくださいね、兄様。ショコラも行ってきます。また後でね、シグレちゃん。私も労働してくる。シグレ、また後で。はい、行ってらっしゃいませ。これでいろいろと丸く収まったかな。それにしてもショコラとバニラが兄様の恋猫か。娘に思い人を取られてしまった気分ね。私も叶わない思いなど諦めて、そろそろ神離れをしないといけないのかもね。まずは兄様のお洗濯物でも片付けてあげることにしましょうか。猫パ